12月3日台は、17代18代、茨城市長、元茨城市助役。大阪府立東小戸川高等学校から、関西大学法学部に進学し、卒業後の1965年4月に、茨城市職員となる。市長公室長や茨城市収入役を経て、1996年5月に、山本末夫市長の下で、茨城市助役となる。 2004年1月に助役を退任し、山本の後継候補として4月11日投開票の茨城市長選挙に出馬、得票数3万948票で当選し、4月18日に第17代市長に就任した。2007年12月18日の茨城市議会最終日に次期市長選挙への出馬を表明し、2008年4月6日の 国示日に無投票での再選を果たした。茨城市長選挙での無投票当選は、市政志向後初のことであったが、これは事前に民主党と自由民主党、公明党が推薦をして、統一候補として擁立したことや、日本共産党が擁立を見送ったこと、また前回出馬した茨城市議会議員の桂つ子も、出馬を見送ったことが、大きな要因である。2012年1月10日、 高齢であることや健康問題を理由に、2012年4月8日、東海表予定の市長選挙に出馬しないことを明らかにし、事実上の後継候補として、前市議会議員の桂睦子を支援した。同年4月17日、任期満了に伴い市長を退任した。茨城市民ニュース、茨城まほろば会、野村、茨城市長が参戦出馬せず。朝日新聞。 http://myton.asahi.com/. 大阪 /.news.php.k.id="2K8000 兆12億112万32012年1月12日閲覧。茨城副市長ら退職へ。読売オンライン。http://e-japan. w w w co jp、e、大阪。news. 2012万413イート 8T00097HTM2012 年4月17日閲覧。ありがとうございます。